2024明治安田 J2 リーグ第32節藤枝前 FC 対清水エスパルス。はい、ちょっといつものあれがないんですけれども、今日はちょっとあの合流地点が違うので、はい、ということでなしなんですけれども、まあ、それはさておきですね。エスパルスはですね、山口戦、徳島戦と、今日本日の藤枝戦とですね、変則3連発、3連戦ということで、ミッドウィークの、水曜日徳島戦ですね、見事ね逆転勝利をね収めてくれたということで、はい、これで長崎との勝ち点差も11に広がって、いよいよですね昇格が見えてくるという、ところになりました。はい、徳島戦ね本当に1点先制された時にはうわまたアウェーでこれかってね思った方もきっと多分いらしたと思うんですけれども、まあ私もねちょっとガクッときましたけれどもね、でもやっぱね短期がね、1点決めてくれて、でまたね短期がね押し込んでくれてね、はい、本当にね素晴らしかったです。北側のね、技ありのねシュート、あれポスト叩きましたけれども、それをしっかり短期押し込んで、で乾のね見せてくれた、アシストですね、キーパーの取れない位置へのねふんわりとしたボールをねしっかりこれもまた短期押し込んでくれてね、はい、まああわや短期ハットトリックかっていうぐらいね調子上げてきてましたけれども、ターンオーバーも成功してね、途中投入されたね北川と乾が見事にやっぱ期待にも応えてくれてね、でもちろん短期もそうですけれども、はい、もう誰が出てもまあ逆に後半出てきた選手がね、活躍してくれるっていうことはやっぱそれだけね、エスパルスの選手層がね、高いっていうねことなんじゃないかと思います。 J1 への、昇格もですね、これで見えてきまして、長崎、先ほど言った通り長崎との勝ち点差が11なので、まあ野球に例えると、まあ、マジック、昇格マジックと例えるならば、あとエスパルスが4勝です。つまり昇格マジック4ということでですね、まあ、当然ですね、対象チームとなる長崎が負けてエスパルスが勝てば一気に2縮まりますんで、まあ、最短でそうすると国立の次の節ですね、昇格が決まってもおかしくないですね。長崎がまあ負けることが前提ですけれども、ただですね、次の節土曜日はエスパルスの試合ですけど、長崎の試合が日曜日なので、まあどっちにしろ国立で昇格が決まりましたっていうのにねならないとは思いますけど、ならないですけれども、まあ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 、長崎もね、そう簡単に、8点、取りこぼすようなチームじゃないと思いますんでね、先週いわき戦にも勝ってますんでね、まあ我々は粛々と一つずつ、まあ、本日の藤枝戦も含めて、勝って、昇格優勝に向けて、進んでいきたいなと思っております。本日の藤枝戦は、まあ、静岡ダービーということで、まあ、静岡ダービーっていうと、まあ、清水とジュビロのね、まあ、カードが、まあ、静岡ダービーって長年言われてましたけれども、まあ、藤枝ともね静岡ダービーなんてね、まあ、言ってはおりますけれども、まあ、どうなんですかね、人によってはやっぱなんか違う名前、なんか名称があった方がいいかな、アベカクラシコとかなんかいろいろ名前がね候補がある上がってるというかあれですけれども、まあ今日の一戦でね自然になんかそういうね、名前がねつくといいんじゃないかなって個人的には思ってます。まあ藤枝も、まあ、J1 目指すっていうことであればより一層ね、もっともっとね、クラブ上げてね力をつけていかなければならないと思いますし、でもねエスパルスは去年ねその藤枝に対してね、アウェーの試合負けてますんで、まあ、私はちょっと行けなかったんですけれども、去年はまあ 2-0-2 ということで2ですね負けちゃいましたけれども、まあ今年はですね、どうなんですかね、バックスタンドもね新設されて1万人ぐらい入る規模になりましたので、去年なんか収容人数よりもなぜか人が入るっていうねちょっとまあわけのわからない現象があったみたいですけれども、まあその分席が増えた分ね、まあ、チケット争奪戦も凄まじかったですけれども、まあなんて言うんでしょう、より行ける方も増えたんじゃないかなと思ってます。さて私はですね藤枝総合サッカー競技場に向かうのに
とりあえずあの藤枝家を目指して、でそこからあの無料のバスが出てるということで、まあ、そこに乗っていきたいと思います。5月にはですね、まあ、ちょっとあの新しいあのバックスタンド増えたということで、藤枝前打ちちょっと見てみようということで、5月に鹿児島戦ですね、ちょっと下見には行ったんですけど、その時はですね前日まで駐車場、変えたんですけれども、今回はさすがにもう講演会分で、第一駐車場と第5なのかな、はい、完売していて、で今日は天気が悪いということで第2、第3ですが、なんか雨だとちょっとそこを開放されない駐車場があるみたいですけれども、残念ながらそこで取れなかったので、まあ、いくつか民間の駐車場とかもあったみたいなんですけど、まあ取れなかったのでね、まあ、せっかく予習してきたとはいえね、無料バス、シャトルバス乗るね、予習はしてなかったので、まあ、初めてでにはなるんですけどもね、はい、まあでも多くのね、オレンジサポーターが、まあ、駆けつけてくれてね、きっとね、今日の一戦をね、はい、勝利できるようにね、みんなでね、後押しできるんじゃないかと思ってますんでね、はい、国立決戦に向けてですね、まずはね藤枝戦勝って、盛り上げていきたいなと思っております。ここでご来場の皆様に試合観戦中の注意事項についてお知らせいたします。気温の高低にかかわらず、サッカー観戦中もこまめな水分補給、フォワード背番号9ヤンバッチすごい大好き、うまいじゃん、大変シンプルさんに立ちまして、先日の試合で達成した本部について表彰を行います。藤枝南センター木村彩香様、藤枝岡部センター氷永彩様、以上の3名様です。それでは私の合図でお願いいたします。参りましょう、キックイーン。西静岡を送ると本来の皆様ありがとうございました。Let's go!
ただいまのトップランジェイダマイシー戦闘のニュー背番号8朝倉蓮選手ゲットゴール
試合は3対2でエスパルスの勝利です。いやー、しかし1点ね、最初にね先制された時にはね、やっぱ危険な男ヤムラがね、どうしてもみんなやっぱ分かってるんだけどね、止められないっていうね、まあもどかしさもあってね、まあどうなるかと思ったんですけどね。でも前の試合徳島戦ね、エスパルスは今季2度目の逆転勝利してたんで、まあこれはもうね、我々の選手信じてねやってくれるとね思ってましたんでね、はい、後半だけでね、まあ、3点積み上げてね、はい、本当に良かったですよ。西田健太もね、怪我から復帰してねゴール決めてくれてね、ジェラのね素晴らしいヘッドと、で最後ね、まあ乾のね、一撃もね加わってね、3点積み上げてね、もうちょっとね点数取れたかなと思ったんですけどね、まあまあまあなかなかねサッカーの得点取るのはね難しいスポーツではあるんですけど、まあただそのせいでねちょっと藤枝にもね追いつかれてしまってね、まあ最後ねどうなるかって言ったところで、でも、ね、落ち着いてやっぱねエスパルスのサッカーしてたと思うんでね、はい、まあその辺はやっぱね藤枝を上回ることができたんじゃないかなって、はい、思ってますね。まあでも静岡ダービーと銘打ってね、地元テレビ取材も結構ね多くねいましたね、カメラとかも。なのできっと多分盛り上がってるんじゃないですか、メディア的には。はい、まあ藤枝ね頑張ったけどやっぱエスパルスに惜しくも敗れちゃったよみたいなね、やっぱ J1 行くチームはねそうじゃなくてねいかんなっていうところはあるんですけれども、まあでもね2試合連続逆転勝利できたってことは大きいと思います。横浜 FC も彼の強さって逆転してもう本当に自力の強さが光って、これまでリーグ戦戦ってきてましたんでね、それをエスパルスがね、まさに今やってのけてるっていうところでね、昨日横浜 FC が引き分けたので今日エスパルスが首位に返り咲きました。はい、いやー、ほんね国立決戦待たずにね返り咲けたのは本当に良かったですけどね、まあ、これでね、まあ、長崎も今日勝ったようですけれども、勝ち点が、だから11点、2位と3位の差は、今、エスパルス C か、変わらないんですけれども、残りあと3勝すれば、自動昇格決まるのかな、はい、はずですので、はい、となると、最短で言えば、まあ、水戸戦になるのかな、国立の次の試合ですね、になりますね。まあ、でも、まずはね、J2 のまさに頂上決戦になるね、国立のね、決戦、横浜シートの、ね、大決戦を、ね、制して、このまんま、ね、勢いよく、ね、弾みつけて J1 にたどり着いていきたいなと、はい、J2 制して、ね、いきたいと思っております。というわけで次回は国立決戦ということで、はい、本日のような勝利を、期待してみんなで後押ししていきましょう。それではまた国立で